があるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に。初球ヒー、打球は打ち、先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは森、打ちました、流しました、阪神が2球でアウト、あっという間に2アウトです。打ちました、一塁に。初球は何から入ってくるか、初球打ち、初球打ち、ここは打ち上げています、浅村が抑えて3アウトチェック。2球目打ちました、サード取った、アウト、外れました。際どいコースには投げ込んでいます。さあ5球目は何か、引っ張った、ファースト取って一塁、そのまま入ってアウト。バッターボックスには指名打者の吉田、ツーアウトランナーありません。打った、伸びていく、どうだ、はい、ライトに送った、ジャイアン。これが1球目、打ちました、流し、あっと取れない、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には浅村が入ります。さあ追加点の欲しい場面、打ちました、伸びて入った、ホーム、さすが。初球ボール、打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。次が3球目、3球目打ちました、ヒットになった、しとるか、そうですね、ここは踏ん張りたいところ、打ちました、レフトに強い打球、スタンドには届きません、初球ストライク。これが2球目、インコース詰まりました、取っては6番佐藤、ジャイアンツ初球打ち、ここはフライになっています、ショートが落下点に入ります。バッターは7番に入っている牧原、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています、打ちました、いい当たり、センターだけ伸びる、センターが取りました、ツーアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている森、ツーアウトになっています。この初球ヒー、弾き返しただけ、外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了、最後は無事。打ちたいと思います、打ちました、痛烈、これはセカンドライナー、バッターは2番に入っている西川、そこだ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは初球打ち、伸びて打ちました、いい当たりだ、ライトに強いだ、追加点は許したくないところ、まだ打ちました、いい当たりだ、どうですか、さあバッテリーどう組み立ててくるのか、打ちました、痛烈な打球、万波が入ります、さあ得点圏に、打ちました、打ちました、浅村、ツーアウトになりました、打順は8番牧、ツーアウトランナーありません。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました、ツーアウトランナー1塁、バッターは9番に入っている松川、ヒットでランナーを1塁に置いています。入れました、ファウルボール、打ちました、いい打球だ、センターに大きな打球、これはバット出ず三振です、ワンアウトです。バッターは2番に入っているバース、今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。際どいコースに送ってストライク、スピードボールを持っています、高めちょっと外れたか、3球目は何で来るか、3球目打ちました、ボールはそのままフェンスに直撃、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは DH 吉田、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ライト線フェアです、ファーストランナーセカンドバンで三塁にいますけど、まだまだ打った、ヒットになった、2球目打ちました、右中間に大きな打球、次が2球目、よく見極めましたね、はい、外のストレートわずかに外れてボール、151キロ、
ちは抑えなければなりませんよね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。追っつけて打ちました。三塁線落ちてフェア、バッターランナーは二塁まで進みました。里崎さん、セーフライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低めでサード取ってアウトになるようなことがあれば苦しくなってきますからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。ファウルボールです。ストレート打っていった、スタンドには届かない。サードランナーがホームに帰っていきました。ジャイアンツ、打球はセンターへ、辰巳が掴んで3アウトです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ついに最終回を迎えました。ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。バッターは辰巳、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけどタイミングは合ってますからね。初球は何で来るか、打ちました、いい当たり、センターに打球伸びる、センターライナー掴んでまずワンアウトです。2番バッター西川、先ほどの打席でソロホームランを放っています。真ん中打ちました、取りました、アウト、2アウト。バッターは今日 DH に入っている柳田、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放って打った、ライトが追いかける、そのジャイアン、まず何を投げてくるか、初球打ち、センターに抜ける、2アウトランナー1塁。打席には5番バッター井出穂、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここは打ちました、セカンドうまくさばいて、これで3アウト、試合終了になりました。